カブラキルナと本城彩乃って接点あったのね。まったく、うかつだったわ。演技にしろ何にしろ、国王のプリンスを気取ってる人かと思ったら、ちゃんと裏工作なんかもするのね。あんたのいとこの話。流星は、本城彩乃と私の間の事情って知ってるのよね。そう。私がカブラキルナのファンクラブに入らなかったから、なんか目の敵にされてるって話。それで、クリスマス公演の件もあって、今本城彩乃お嬢様の取り巻きの方々にいらっしゃっては、かなりきつい敵意のこもった視線を毎日いただいているわけなのよ。にもかかわらず、あんたのいとこが今日何やったと思う？あろうことか、私に親しげに挨拶してきたのよ。あのね、カブラキルナを信奉してる本城彩乃お嬢様のその目の前で、敵のはずの私にそうやって声をかけたら、本城さんがどう感じるかわかるもんでしょ？あれは絶対意図的にやったに違いないわ。ああやって私に親しげな態度を取ることで、本城彩乃の私に対する敵意というか、嫉妬心を思いっきり煽ったのよ。あ
ある意味見くびってたわ。カブラキルナって自分のファンをそうやって操ることができるやつだったのね。やるじゃないの。でも肝心の相手の意図はわからないんだけどさ。私をライバルだと思って潰しにかかった？それとも私じゃなくて本庄さんの心をもてあそんだ？どっちにしろ流星、あんたのいとこはちょっとした玉かもね。ん？何よ。そう？じゃあ、いとこのあんたにも隠している本性ってことかしらね。本人でもないくせによくわかるわね。そういうことにしといてあげるわ、今回に関しては。嫌よ。それって私がカブラキルナのファンになるってことじゃん。周りはそう思うでしょ。それに私、今回の一件がなくてもあんたのいとこのこと、そこまで好きにはなれないのよね。悪いけど。なんでって、なんとなくよ。別に嫌ってるとまでは言ってないでしょ？いろいろ周りの事情がくっついて、なんとなく、反ルナ派みたいな立場にはなってるけど。ああ、うるさい！そういうのやめてくんない？こうこう、こうした方がいい。ここはこうすべきだみたいな言い方。そもそもそれが嫌なのよ。カブラキルナは素敵な王子様だ。だからみんな彼女のファンになって崇拝しなければならないみたいな空気が。わかる？ならばよし。だからといって本当の自分を見せてはいないでしょ。確かに世の中には生まれながらの王子様、お姫様みたいな人はいるわよ。だって私はそういう人を知っている。でも一方でそういう敗訴な方々を演じるうさんくさい輩も私はいっぱい見てきてるのよ。で、あんたのいとこカブラキルナにはね、なんか嘘を感じるのよ、出会った時から。言われてみれば、ここ数日のカブラキルナってなんか本調子じゃないみたいよね。なるほど、意外と地が出てきてるのかも。あ、そんなことより思い出した。あんた下手打ってないでしょうね。
今日、先生からホームルームで話があったのよ。学園の外で不審者の目撃情報があったって。だから今夜、こうやって抜け出してくるの結構大変だったんだから。本当でしょうね。あんたじゃないとすると誰かしら。それとも実際にはそんな奴はいなくて、誰かが私に対する嫌がらせで噂を流した。イライラする。まだ何も言ってない。当然でしょ。あら、心配してくれるの？バカみたいに口を開けてないで。心配なら私と一緒に来いって言ってるの。じゃあ。決まりね。